後ろに見える林は古墳です。全長40メートルの前方後円墳は諏訪の岩穴と呼ばれています。この古墳の横穴式石室を本殿にして、その前に拝殿を建てているのが姫路市山田町多田の諏訪神社です。諏訪の岩穴として兵庫県指定の重要有形文化財になっています。